縄文っていう言葉、自分のが生きてきた中で全く心に引っかかることは今までなかったんですけども、改めて、縄文時代1万6000年続いた文明っていうことと、また争いがなかった、人間同士の争いの痕跡がない、武器がなかったということが、まあ、この2つだけでも、まあ、いろいろなことはね、知識として知るべきこともあるんでしょうけども、1万6000年続いた文明であり、また武器がないという、まあ、この2つをね、取ってみても非常に感慨深い、非常に考えが深くなる、まあ、そのような縄文時代だなというふうに思いますね。そしてもう今までだったら、まあ昔のね人の、太古の遺跡ぐらいにしか思いませんでしたけども、今改めて見るとその縄文土器の個性が爆発している様、これはね、土偶も土器もそうですけども、個性が生きてる、人間がこう人間力が生きてる時代ということで、非常に、興味が湧いてきています。はい、今の時代にも何か生きていく上で、ヒントをくれそうな、そのような縄文、これからも何か自分の生き方にもですね、影響を与えてくれそうな気がします。